相当寒いと思いますけども、はい、これもチームのため行きましょう。じゃあ足が曲がるになる。ちょっとやったけいかないで、やったけ。ちょっと待って、これほんまあかんやつやな。ほんまあかんやつやな。あかん、めちゃめちゃ痛いわ。どうも、カジサックです。さあ、今日なんですけどもチームカジサックで滝行をやっていきたいと思います。あら、どうしたテンション、テンションどうしたおい。おい、どうしたテンション。僕嬉しいですよ今。なんでが嬉しいかって言ったら、声の人やってくれてるトンボさんと安武さん、はいはい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、あれはテンション合わないな。いや、ちょっと寒いなっていう、その季節的にちょっと現段階の話して、はいはい、絶対俺の方が寒い。いや、もうなんかおしゃれしてこうなんかダウンで揃えみたいになってますけども、寒いっていうのは僕の方が寒いけど今。いや、まあそうなんですけど、はい、この時期やる必要はなかったんじゃないかなっていう。もっと暖かくなってきてからでもね、うん、そうですね。気温の問題、これ今何やってる僕たち、これ今何やってる YouTube。 あ、そういうことですよ、はい、で YouTube の撮影で、はい、え、あったかい時に夏に行って滝に打たれて、これ誰が喜びますか。カジサックだけでも良かったのかな、そうですね、みたいな、その、はい、あー、そういうこと言っちゃうか、はい、そういうこと言っちゃうか、悲しいな、うん、チームカジサックね、はい、じゃあカジサックだけの力でやってきたんかって言ったらそうじゃないと思います。僕は 100%、はい、皆さんの力あって声の人やってくれてる2人だったりとか、はい、カメラ回してるカメラマンだったりとか、はい、僕1人だけで滝行をやったとて100万人ね登録、そこの祈願1人じゃ僕はちょっと厳しい、背負いきれないから。ってなってくると、やっぱりあなた方と一緒に滝打たれた方がチーム開催として祈願になるんじゃないかなと。大丈夫ですか。何がですの。マジでその風邪ひいたりとかしそうじゃないですか。あー、それはね、はい、あの邪念がある人間は風邪ひくと思う。マジかよ、うわーなったらもうそんなやつ風邪ひくよ。そこはそこ、気合か、気合だー。あー、そうか。アニマル浜口さん、こういう気持ちでやると風邪なんて引かない。なるほど。僕は聞いたことあります、はい、もううわーやった人は、はい、終わった後逆にポカポカする。あー、滝見下が言ってましたよこれ。滝見下。何しですか。え、何しですか。で、分からへん。調子悪いな。これは邪念がいっぱいあるな。ありますね、これ邪念のせいですよ。邪念のせいだな。邪念が僕もあるかもしれない。邪念があるかもしれないですね。でもどうですか皆さん、何かお祓いしたいことと言いますか、 あれは良くなかったなみたいな、あると思うんですよ。それで言うと僕、あー、ありますか。どっちの料理でしょうっていう企画。はいはいはい。5問目、はい、僕があのカジサックにいらんいたずらをしたおかげで、はい、まあコメントが荒れている。思いっきり嫌われているっていう現状が今の滝芸のね、はい、そういうのも滝芸の、あ、それだったらちょっと行かないとっていう気持ちになりました。そういうことですよ、はい、でもそれで言ったら僕もありましたもん、はい、あった、はい、何、生配信一回も成功できてないんで。あ、そうだ、カメラもね逆さまにしちゃったりとか、まあ、まあ、そういうのもやってたんですよ。ひっくり返ってましたもんね。一回ひっくり返したん彼ですから、はい、逆サック逆サック。お題あるんすよ。そうですね、滝打たれよ。はい、はい、ちょっと気になることがある。一個気になることなんでしょう。はい、こちらなんですけど。え、ずっと視界に入ってたんですけど。はい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 。もう知ってる人は知ってると思うんですけども、はい、まあ偽ワッシュさんこと土橋くんなんですけど、はいはい、彼も滝行やります。もう何やったら今彼多分ですよ、はい、撃たれてます。全然喋んないじゃないですか。目も開かないんですね。いや、音楽流れてないから。歌流れ出したら多分乗り出すから。そうなんですか。私は私とはぐれるわけにはいかないから。フラワーロックみたいな。鳩みたいになってたよ。彼もやってきたと思う。一回扉閉めましょう。はい、あっしゃっす、あっしゃっす。ちょっといいですか、はい、まあ今移動してきたんですけど、はい、誰ですか。トンボです。安田君こんな人うちのチームにおった。いや、いないっすよ。いや、トンボでしょうが。ダメですって、この姿にさしちゃう。どういうこと。いや、僕帽子と眼鏡なかったらめちゃくちゃブスなんですよ。こんなシワイちゃんです。おじいちゃんみたい。これ分かった、はい、ファッションって大事、はい。いやでもね、結構来ましたよ、遠くまで。来ましたね。見てくださいよ、これ。白装束、はい、こういうことですよ。武士長、はい、あれですよ、我々が受ける滝は氷張ってますね。氷張ってますよ、もう相当寒いですよ。今僕もアドレナリン出てまだ大丈夫ですけど、はい、真冬ですから、はい、2人もね、こうやって白装束来た時点で、はい、もうどう、やる気は。いや、もう気合入ってます。おっしゃー、はい、ガチャガチャ。ワッシュさんはどこ行ってますか。あ、ワッシュさん、はい、ちょっとあっち見て、はい。果てしない恋をいます。いるし、生きてます。生きてますね。生きてます。足元見て。
やる気満々やから入る気満々やから言うて焚き火をするにあたってね、はい、先ほどあの儀式をちょっと ね、 というね習ったんですよ、はい、全員でお参りも行きまして、はい、それちょっとおさらいしますと、はい、まず滝に入る前にですね一礼、はい、一礼します。で手を下にえいって言います。えい、ー、そう。そしてこう手を合わせて滝に打たれた時に払いたまえ清めたまえ、これを3回言います。3回、はい、3回言うたらさっきえいってやったんですけども、これ逆ですね。えいと上、それで滝から出ると、はい、これが1回なんですけども、はい、1回目はさっきのやる、はい、2回目は何も言わず、うん、無言無言、はい、これワンセットとなっておりますんで、わ、うん、かりました。相当寒いと思いますけども、はいですね、これもチームのためやってきたと思うんですけど、これねちなみに聞いたところによりますと、はい、なんとここの滝で、はい、たくさんの人が来てるみたいで、はい、お笑い芸人さんでいうと、うん、チョコレートプラネットさん、わあと、うん、女優の、はい、はるさんも来たんですって。朝ドラのそういうこと、はい、ここで滝打たれたらみんなビッグになっていくんですよ。お、はい、持ってこいの企画ですね。持ってこいの企画です、はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、行きましょう。じゃあ高尾の花についた滝石の住民の皆様、水の宮が使えます。雨の御神、火の御神と書きまして、躍進と平らさで広島さん、国住大夫です。雨の町ではないましょうか。皆様、誕生の人とよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。えいほ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 。さあというわけで、はい、体操も終わって、はい、はい、いよいよ準備万端でございます。はい、気合入ってますか。気合入ってます。へいほほへいほ。オッケー、チームカジサックのために、はい、よいしょ、いくっ。お願いします。よーし、ちょっと待ってください。えー、冷たい。どう冷たい。冷たい冷たい。めちゃくちゃ冷たいよ。いやだって冬だから、そら出すけ。おい、こう、いや、あい、さあ、どうやすだけ。足がバカになる。ちょっとやすだけ行かないで。やすだけ早く来て、頑張って、チームカジサックのために。ああ、いきます。えぇ、ー、足がまだない。やつが早くやろう。後ろでハンマー持たれて、めっちゃ持たれて。ちょっと、これ無理です。無理です、これ無理です。ちょっと待って、ちょっと息ができないんです。許してください。これやるんです。持たれるのは無理です。持たれるのは無理だな。だって持たれるって言ってたから。いけるで、いける、いけ、できる。何のために、チームカジサックのために。せーの、えい。チームカジサックのために。じゃあもうマジで行きましょう。足がやばい、足がやばい。1回目ちゃんと、もう一回やります。もう一回、もう一回やります。いいよ、イエイ、イエイ。うわ、すごい。せーの、払いたまえ清めたまえ、払いたまえ清めたまえ、払いたまえ清めたまえ。せーの、イエイ。いや、もうやばい。うわー、これこれすごい。どう、すごい。でも清めてる感じする。これする。何のために、チームカジサックのために。せーの、えい。もう一回、2回目行かないと。あ、2回目。そう、足がもうこれもうほんとバカになる。足がバカになる、足がバカになる。やすだけ泣いてる。やすだけ持たれて。おあ、だめだ。オッケー、あー、すごい。どう、ジャッキーが全部払いました。やっぱりね。はい、これちょっと想像以上です。マジか。俺行くわ。カジサック、します。行ってください。これね、見てる視聴者さん、なお前服着てんのかいってなるかもしれませんが、これちゃんとあの了承得てます、はい、服着てやってもいい滝だそうです。はい、カジサックとして僕はそうですね、清めたいところがあるので、はい、このまま行きたいと思います。はい、行きます。はい、あー、カジサック、これやばいな。やばい、あー、やばい。カジサック、頑張って。はい、何のために、誰がために。いや、お前のためだよ。ちょっと待って、これほんまあかんやつやな。ほんまあかんやつやな。
赤い、めちゃめちゃ痛いわ。ほんまに赤いやつ。刺さ、なんかずっと刺されてる感じやな。そうなんす。うわ、来た。いや、これジャージ余計にしんどいぞ、これ。さあ、行くぞ。頑張れ。えい、あっけ。くわあ。うわあ。持たれて。持たれて。払いたまえ清めたまえ払いたまえ清めたまえ払いたまえ清めたまえウェイ耐えた耐えたこれあかんやつやこれほんまに赤赤赤赤これはすごいあ、ダメですこれだあ、ほんまにあかんですねいや、お茶カズサクはい何のためにチームカズサクのためにせーの、うえい！いけ！いや足やばいな。足がねバカになっちゃうんですよ。いやでもほんまに俺はね、はい、100万人登録のために、はい、行ってくるよ。行ってらっしゃい。うわ、落ちた。カズサク、えい！えい！いや、ちょっと待って！素晴らしい！素晴らしい！やったー！せーの！えい！俺はね、はいはい、もう平気だよ。え？もう慣れたよ。はい。もう一回？もういいかな。本当にでもいい経験したと思います。いやこれ本当にいい、ね、これはなんかもう清めれたと思います。はい、ラスト、はい、ワッシュワッシュはね、はい、ここがちゃうから俺たちとメンタルが違う、ね、メンタル違うから入った時に冷たいとか、はい、一切言わないと思うよ。行こう。ほら言わない。もう足使ってますよ。ほらすごい。無言だ。すごいすごい。すげえな。ありえない。はーい、止まる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 。償うことさえできずに今日も。最高やな。ありがとうございます。滝行、はい、今回やりましたけども、はい、江坂さんどうですか。いやもう本当に清められた感じしましたね、うん、そうね、はい、最初オープニング撮った時にね、はい、ちょっと何だか乗ってなかったじゃないですか。いや正直そうでした。こんな時期にやんなくてもと思ったんですけど、うん、この時期にこのタイミングでやったのが僕すごい良かったなと。そうよね、はい、ほんまに僕もやって良かったなと思うのと、はい、なんて言うんだろう、今回この滝行でチームが一丸となれたんじゃないかなっていうのは、はい、本当に思います、はい、本当に思いました、はい、なんでこれからはねちょっと他のメンバーもね、はい、準レギュラーの堤下さんもね、あ堤下さん、滝見下さん、滝見下何氏ですか。いやもうそれちょっとわかんないですけど。もうなんせ今ほんでこれまた温泉が気持ちいいよな。いやほんまに最高ですね。あんだけ冷えた後に入る温泉最高ですわ。はい、ちょっと解説。はい、土橋くんは、あ、和州さん、はい、和州さんはね、はい、あっちにおる。果てしないやろの顔に。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。